未来のね。ドルカモンというコメント。ジンバブエドルできました。さあ打ちました。ショートゴロ。掴んで6-4-3。しかしこれは。今は牧原。走ってきました。二塁送球。これはどうだ。たぶんね選手ですね。空振りです。できました。低め外れています。走っていきますが、はい、という打順になっています。独立リーグしております。土田選手、滝上選手、辰巳監督。改めて伺いますけれども、こうどういったチームですか。今日ここまで非常にこの三浦亮大もね、投球安定しているように見えますが、いかがでしょうか。はい、三浦怖い方に流れてしまうとか、そういうこともあったなんですよね。セカンド掴んでトスアップ。三浦亮大はこれが3イニング目。これも。普通のまっすぐを狙っているバッターに対して、NPB 級飛ばないっていうふうにね、あ、そうなんですか。はい、言われていて、ホームラン数がかなりこうリーグ投じていたというコメント、大坪さんはもう茨城アストロプライセンしたことがあるんですけども、インコース来たら逃げる、おっと、これは挟まれる形になるか、二塁送球、どうだ、アウトです、あっ、ワンボールワンストライクです、これが33球目、空振り。127器用な選手になかなかいないので、はい、まあ、カウントは3ボール1ストライク打ち上げます。141キロ変化球でした。122キロ、ファーストゴロです。トスアップして脳内連携もしっかりと、ダイヤに移動した時に、あれやん、ツーアウトランナーなしという場面、当たりはいい当たり、ライトが下がって、土田カムがつかみ、ケンさんも頑張ってくださいというね、来てくださいました。いい方ですよね、松田さん。おっと、これはハーフスイング、はい、三浦亮大のランナーのみというような形になっていますね。さあ、ここも打ちました。三塁側、キッズストライク、空振り三振、この回三者三振です。途中からね、バスイドということなんです。ワンストライクです。打ち上げました。141キロです。センターフライでしょうか。打ちました。セカンドほぼ正面から掴んで1塁かもしれません。ベアさん、独立リーグというところですからね、簡単ではないでしょうというところです。名前が変わっていますけれども、 AA さんが井戸川さん、まだ19歳の若い選手。打ちました。これも打ち取った当たり、ショートゴロ、打ち上げました。アウトってことですか。ホームラン、トルコエさん、あーというね、そして刺すと今ホームランの場面ですかね。後侍のゲームベースはノーヒット、ね、ここは行きたいというところもあるのかもしれません。昨日はね、キャッチャーバンでね、やってきている選手です。空振り三振、ここも連続三振に切って取りました。